こちら、サミさん、英単語の授業がやってまいりました。本日632回目の今日の表現は、エイム。サミさん、意味はどうでしょう。狙う。ということで、よろしかったかと思います。さあ、問題は、なぜこのエイムが、狙うという意味につながっていくのか。それにとは、スペルですね。つまり、綴りでございます。さあ、皆さん、エイムをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。全部使います。ちょっと右側ご覧くださいね。バゲージクレーム。皆さん、このクレームのところにエイムが隠れているんですね。で、もちろんバゲージクレームと言われたら、あの空港の手荷物受け取り所。あれでございます。で、もちろん手荷物受け取り所に行って我々が何をするかと言われたら、自分の荷物に狙いを定めますよね。そして探し出すと思います。そのイメージからエイム狙うと押さえていただいてもよろしいかと思います。そして、そこのエイムに関してあと二つ押さえていただきたいと思います。まず皆さん一つ目はエイム。これ皆さんご存知かと思いますが、皆さん後ろの前置詞何入れますか？もちろんアットですよね。皆さんもちろん狙いを定めるわけですから、アットと言われたら1点。そう。1点に狙いを定めている様子から、皆さんアットと相性がいいんですね。そして、皆さんパート5で問われる可能性が高いのがこれでございます。She's aiming to be a doctor. そうです。彼女はお医者様を目指している。志している。お医者様になることに狙いを定めているんですね。で、ポイントはこの aim という表現の後ろに to 不定詞が置けるんだというところでございます。ですので、皆さん、aim ときたら前置詞 at が有名ですが、to 不定詞のところまで見えてない方、いらっしゃるかと思いますので、だからこそ皆さん、突っ込まれる可能性は高いですからね。合わせて押さえていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさっていただきますと幸いです。